はい、どうも皆さん、こんばんは。レプチンです。今日もね、今日もデッドバイデイライトをやっていきたいと思います。トラッパーだな。厄介ですね、トラッパー。お、宝箱だ。仲間がいる。めっちゃ走り回ってるじゃないですか。初心者かな？走り回ると足跡つくんでね。はい。メディキット。救急箱ですね。まあ、これはまあ、前も説明しましたけど、一応、もう一回説明しますと。これはね、一人でも回復できる、便利なアイテムです。基本的には一人じゃ回復できないんですけども、これがあると一人で回復できます。敵はトラッパーで、どこにいるんだろう。罠の音が聞こえたから多分近くにいると思う。せ、喉が 近くにいると思うんだけどな。メディキットはまあなかなか当たりのアイテムかな。自己回復できるのは強い気がする。あと仲間回復するときに使うとね、回復速度がアップっていう効果もあります。おお、攻撃されてるな。どこだろう。敵がいないうちに早く起動させちゃおう。よいしょ。これ寸止め行こう。寸止め戦法、寸止め戦法でいきましょう。怖いな。早っ早っ。あいつダメージ食らってた？あいつダメージ食らってた？マジか。あ、トラップが置いてある。ここでね、俺がね、トラップとか破壊するパークつけてたら破壊するんだけどね。よし、ちょっとこれ仲間がやばいな。めっちゃ弱い気がする。鬼側ばっかりで勝ってるからさ、逃走者側でもちょっと勝つところ見せたいんだけど、基本的に自分やっぱ逃走者側が苦手で、あんま強いパークがないんですよね。鬼側もね、めちゃくちゃ強いってわけじゃないんだけど、まあ、あらかたやってるんで、ちょっとは強いのついてるんですよ。一人死にました。あ、早っ。え、あんなところあったっけ。マップあっちまであったっけ？マジか。早いな。トラップありそう、ここらへん。まずいですね、これは。よいしょ。これで3つ目ですね、作動させた。寸止め3つ目ですね。助け行く？助け行った方がいいかな。あ、でも間に合わんな、これは。半分切ってるから。よいしょ。トラッパーだと走り回る。あ、一人仲間がいた。ナイス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 。これで何個やろう。昇天したわ。 この子も何個か作動させてくれてたならもう逃げれるんじゃねえかな。この子、俺が3つ作動させるときまでに。バカ、何してんのお前。おっ、バカ。これ来るで、絶対。おーい！
ばい、来とるやないかい。ねえ、トウモロコシ畑だからトラップこれに置かれたらやばいんだよな。やった、絶対どっかにトラップ置いてるから。どこに置いてんだろう。仲間は俺ともう一人だけだからな。やべえ、これもうすでにピンチだよね。はっ、ここもいけるんじゃねえかこれ。こたつ乗せよう。そうです、5個いけてるんじゃないかな。俺が3つ作動させてこれで4でしょ。さっきの黒人の女が1個ぐらいは多分やれるでしょう。多分やってくれてるでしょう。俺が2つ寸止めしといたから。あれ、トラップある。これ来るで。これ来るで。よしよし。よし、あと一個。頼む黒人女。怖ぁ、作動させないんかい。あいつ何やってたんだ今まで。いるね。バレた、これバレてる、これバレてる。おー、かわいい。当たる黒人なんとかしてくれ。あ、調べてる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 。あー、怖い。下行った下行った下行った。怖すぎ。危ない、マジで。頼む、黒人のもう一人の仲間が頑張ってくれれば。すごい近い。俺が出るの待ってたのかな。下にいますね。怖すぎるマジで。よしよし、もう一人何やってんだろう。めっちゃ怖いんやけど。あ、近い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 。
右下のがチーンって言いましたよね。これあのパークで殺人鬼が近いと音が鳴るんですよ。わっバレた、あぶらバレた、ちょっとかちょっとかちょっと逃げろ。よしよし、ナイス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 、逃げるぞ逃げるぞ。トラップ置いてそうだな、端っこに大体トラップ置くから俺も。これ逃げれるぞ、これは逃げれるぞワンチャン。あっち行ったか、仲間がいる、仲間とこにいる、仲間そこにいるわ。やべ来た来た、逃げろー、危ねえ危ねえ、危な危な、セーフ、危なー、やばち、危な、仲間見よ仲間、あ仲間は仲間、煽っていくスタイル。すごいこいつ煽ってるな、すんごい煽ってるこの人。ポイント稼ぎしてますね。すーごい煽ってる。すーんごい煽ってるね。こうなるんだ。こうなるんだ。はい、じゃあお疲れ様でした。